ここね。暗くなってきましたね。オーマが時って言って、夕方は魔物が出やすい時間帯なんだ。そろそろ現れるかもしれない。先輩、どうかしました？なんかここ見覚えあるような。ファントムだ。あんたね、通行人に片っ端から喧嘩売ってるファントムって。あたしが相手してあげるわ。喧嘩を売っていたのではありませぬ。全ては志を遂げんがための手だて。何？あんた会話できるタイプ？かようにして待てば、いずれ必ず願いが達せられる。そう思いしゆえのことでございます。志とか願いとか何の話よ。知れたこと、川上舞、そなたを呼び寄せることが我らの狙い。私？増えた！腕自慢のそなたのこと、こうして我らが名を売ればいずれ現れると踏んでいた。狙いは先輩だったのか。でもどうして？なんだか知らないけど、私と戦いたいなら相手してあげるわ。負けたら踏んよ。いざ参る。素敵、宇宙カメルみたいです。その瓶何？シュッサ、赤い絵の具を血の代わりにするんだ。前いまし、今いまし、先います。主の戒めあれ。ザザース、ザザース、ナスナザース。在所の魔性を解消せよ。リボーク、マルコスヤ。何だこいつは。先輩、マヨネー様、余計なことしないで。私はまだ負けてない。マヨネー様、しっかり。強がってる場合ですか。戦略的撤退。川上舞、修行して出直しておいでなさい。我らはここで待っている。すごかったね、アルブレヒト。現れましたね、川上舞。出たわね。そんな、まだ記憶がコピーできてないのに。いいのよ、もともとそんなの当てにしてなかったんだから。成功だ。俺たち、舞先輩の記憶にアクセスしてるんです。え、本当にできちゃったの？先輩、憲法の修行を思い出してみてください。分かった。舞先輩、昔あいつらと会ってますよ。あいつらって？何？どういうこと？もしかして記憶のコピーに成功したんですか？そう、確か幼稚園の遠足でここに来た時に。はあ？ちょっと待て、川上舞、まさか我らを忘れてるのか？ここは我らの出会いの場所。これって舞先輩の幼稚園の時の思い出ですよね。なんで？覚えてたのと違う。今度はそっちに技かけさせてあげるから。
たまたまこの地で修行していた我らにいきなり挑みかかってきたそなたの暴虐雪辱のため長き年月我らは鍛錬を重ねてきたのです。これってどうなってるの？記憶が改変されていたんじゃないでしょうか。改変？人間は記憶を自分に都合よく改変してしまうことがあります。つまり舞先輩は実際には自分で思っていたほど内気でもおとなしくもなかったってことですね。変だと思ったんだ。舞一が内気だなんて。でも元気な舞お姉様も可愛かったです。川上舞、勝負はまだついておりませぬぞ。苦節10年修行の成果を見せてくれる。みんな下がってて。舞お姉様、春彦、行かなきゃ。いや、でもいきなりそんな。今の一条くんはいわば川上さんのバックアップデータ。オリジナルがピンチになったらあなたの出番ですよ。ほら、春彦、ファイト！すごい。これなら俺でも戦える。舞先輩、任せてください。あれ、もう息が上がってる。スタミナ不足、体力不足、技術に見合う基礎体力がなかったようですね。もうとことん使えないやつ。男は相手にならぬな。二人がかりで参ります。マヨネー様、一条くん、五行の力を使ったらどうですか？はい。得意能力なら体力不足をカバーできるかもしれないでしょ。そうか。五行万象を発症し、怒鳴る力が水を沈む。火の毒で拳を満たさん。うわぁ、マイッチみたい。よくやったわ、春彦。五行万象を発症し、怒鳴る力が水を沈む。いざや、覇者転生の戦に臨もうぞ。おのれ春彦、あの技よ。はい、天よ怒れ、大地を叫べ、二頭の竜が今こそ吠える。トン必殺竜巻地獄ゼルマ。まだまだ修行が足りなかったようですね。しかしそれでこそ我らが宿敵、倒しがいがあるというもの。あんたたちこそ大したもんよ。正直ギリギリの勝利だったわ。いずれまた挑戦しに参ります。それまでどうぞ息災で。ええ、待ってるわ。マヨネー様、お、ご苦労様。よく頑張ってくれましたね。はい。あんたもたまにはやるじゃない。